絵本集草より、古そま古そまは四国に伝わる、海音現象、音のみの妖怪とされることもある。また、同様の会議が日本各地に伝承されている。高知県土佐郡、上郡、旗郡、長岡郡、徳島県、宮山などで山を生活の場としている地方に伝えられている。木こりたちが仕事を終えて、山を降りた後、夜中に山の方から、カーン。 カーンと木を切るような音や木を引く音が聞こえ、やがて、バリバリバリ、ドーンと大木の倒れる音がする。これを聞いた人々は、なぜこんな夜に木を切るのかと気に思い、夜が明けてから山に入り、音の響いたあたりへ行ってみるが、木を切った後も倒れた木もどこにもない、というものである。長岡郡では夜間のみならず日中でもこの現象が起きるといい、木の倒れる、音の前に、 行くぞ、行くぞと声が響くという、室戸市では音がするだけでなく何者かが山小屋を揺すったりするとも言う、名称のそまには木こりという意味があり、土佐の言い伝えでは倒れてきた大木の下敷きになって死んだ木こりの亡霊の仕業と言われている、高岡郡大野三村や津野町の伝承ではかつて討伐中に死んだ者の霊と言われる山の神の仕業とも言う、また、 高知市では、木こりが山中に置き忘れた、墨差しに魂が宿って、古そ麦となるという伝承もあり、墨差しが持ち主の死後に山仕事をしている者が、古そ麦とも言う。旗軍大将町では墨差しと墨壺が、古そ麦となるといい。阿川軍井野町では墨差し、黒壺の将梱、山中で突然死した、浮かばれない霊が一緒になって、古そ麦を起こすと言われる。徳島県では、 かつてある木氷が、親方と口論した末、山中の木を切れないまじないとして墨差しを埋めたため、そこから木を切る音が聞こえるという、同様の山中での音の回は、全国各地に伝承がある、彦山の天狗、月岡義俊が、新型36回戦により、小早川高陰彦山の天狗問答の図、天狗倒し天狗の仕業とされる、古蕎麦と同様の回、同様に、 山中を歩いていると、大木を切るような音が聞こえ、続いて、地響きとともに、大樹の倒れる音がするが、その音がした方へ行ってみても、やはり木が切られた痕跡はないというものである。突風が吹いたような豪音が急に起こることを、天狗が突然降りてくるものとして天狗が倒しということも、あり、日本三大主元道の山の一つとされる、彦山で起きることがよく知られている。 長野県南作郡北愛木村では、天狗倒しは冬に多かったという。埼玉県飯能市の高市峠の裏のくぬぎ平や、久道、土地よ谷の上の四本松と呼ばれる山などの山小屋で、止まっていると、外で木を切ったり、それが、ドカンと倒れる音が、盛んにするが、朝になってみると、小屋の周りには、どこにも木が倒れていず、天狗倒しと、人は呼んだという。 奈良県吉野郡天川村でも昔はよく山でごちごちと木を切る音がした。ある月の良い晩に外へ出てみるとごちごちと木を切る音がしてやがてカンカン時にくさびを打つ音がし、ついで木の倒れる音がした。木の倒れるのも月夜だからよく見えたが妙なことがあるものだと翌日見に行くと何もなかったという山梨県東八代郡足川村の中、 足川部落では、天狗倒しは、山の神の仕業と言われる。栃木県阿蘇郡田沼城では、山仕事の合間に神を取る前に、字になったら起こしてくださいと山の神に、お願いしておくと、その時刻に、山の神が天狗倒しによって目覚めさせてくれると言われる。堀の仕業とも言われ、国崎半島では、タヌキが尻尾で木を叩いて、木が倒れる音を起こして人を騙すものを天狗倒しと言う。 福島県福島市、飯坂地区での天狗倒しは、タヌキの他に、狐の仕業とも言われ、燃えさしをぶつければ消えると言われる。民族学者、桜井徳太郎は、人里と離れた山中を歩くことによる不安な、心理から、このような山中の音の怪異の伝承が生まれたものと、する説を述べている。移り返し鹿児島県肝付郡百員村や、大分県に伝わる怪異、同様に、 山中で大木の倒れる音がするが、その音がした方へ行ってみても、やはり木が切られた痕跡はないというものである。天狗倒し同様に天狗の仕業とされるほか、狐や狸の仕業とする地方もあり、大分でのうつぎ返しは、狸が後足で石を蹴って人を脅かすものという、うつぎ倒し鹿児島県東部などでいう古そと同様の、海、新潟県岩船郡三面村でいううつぎ倒しは、 無事なによるいたずらと言われ、夜中の山中から斧で大木を切る音が聞こえ、やがて木が倒れる音が響くが、木が地面に落ちた音は聞こえないという、福島県での津木倒しは、天狗倒しと同様、三山の遊国に住む天狗が起こすものと言われる、杖月土佐民族学会発行による、近世土佐妖怪資料に、杖月子蕎麦と雲事として、古蕎麦と共に、記述のある土佐の会、 と佐軍ん池村でや分に何者かがつえをつくような音を立てて通るといい、これに合うと死んでしまうと言われる。ありがとうございます。